ここで、私は決して、軍国主義とかファシズムとかという意味でなしに、日本人が市民生活の中に自然に軍隊的教養を持って、いつでも自由を持って立ち上がれる外敵の侵入に対しても、あるいは内戦に際しても自由を取って立ち上がれるだけの訓練を経た人間が青年の中に一人でも多くならなきゃいかん、そこで初めて我々も自信を持って、文化ない思想の自分の中で養い育てることができるんだと思ったことが、盾の会の作った動機であります。